お魚、プラントベースのお魚、プラントベースのチキン、チキンストリップ、ポップコーンチキン、ピッツァバイツ、すごい。植物性のチーズ、アイスクリーム、ビーガンマヨネーズ、パルメザンチーズもビーガンで作られてます。ビーガン歴5年になりました。アメリカ在住のミサキです。今回は私たちの近くのスーパーでどんな食材が売っているのかご紹介したいと思います。アメリカではビーガンの数が増えてきているので、いろいろなビーガン製品が売られています。こちらが私たちがいつも行くクローガーです。はい、まず先に野菜や果物のコーナーがありますが、ここら辺には変わったものは特にないので、ここはザザッと見て、それからビーガン製品を見ていきましょう。はい、こちらは桃ですね。ネクタリンとか桃の種類です。オレンジやレモン、柑橘類です。それからトマトとかアボカドとかが売ってます。アボカドもらいます。だからついてるの。はい、こんなにカラフルなお野菜がたくさん売られています。ストロベリーもこんなにたくさん、グレープもあります。ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリー。葉野菜はこんな風にカットされているものも売られています。もう洗われているので簡単に使うことができますが、まあ一番健康的なものではないですね。やっぱりそのままのものを買ってお家で切ったりするのが一番栄養価が高いです。はい、そしてこちらポテトですね。じゃがいも、フルーツもこんな風に切って売られているものもあります。やっぱりアメリカサイズなのでかなり大きいです。お野菜もこんな風におやつ用としてカットされているものもあります。これはデーツですね。私たちはよく甘さを入れるためにお砂糖の代わりに使ったりします。スムージーに入れたりもします。こちらはナッツ類です。ずらっと並んでいます。私たちがよく買うのはこのミックスナッツと、あとはウォールナッツ、カシューナッツ、ピカン、アーモンドなどなどよく買います。はい、それでは他の製品を売っている場所に行ってみましょう。このスーパーは特別菜食用のスーパーとかではなく普通のスーパーなのですが、ヴィーガンの製品やベジタリアンの製品があるところに葉っぱのマークがついています。わかりやすくていいですよね。はい、まずはミルクから見ていきましょう。日本人おなじみの豆乳、お砂糖が入っているもの、入ってないもの、バニラが入っているもの、入ってないもの、ダークチョコレートが入っているものなどなど、いろいろあります。カシューミルク、カシューナッツで作られたミルク、ココナッツミルク、プロテインがたくさん入っているミルクなどもあります。あとこちらはオートミルクですね。オーツ麦で作られたミルクです。こちらはピーミルク、ピーって日本語で何て言うんでしょうか。お豆の一種から作られたものです。バナナミルクなんていうのもあります。ライス、お米から作られたミルクもあります。そしてヨーグルトも売ってますね。この辺りはプラント製品です。こちらが俗に言うビーガン製品ですね。少し細かく見てみましょう。下からまずはお豆腐、テンペも横にありますね。それからサワークラウト、これは日本語で何て言うのかわからないのですが発酵食品です。この辺りにたまにキムチも、あった、キムチもありますね。そしてこの辺りが植物からできたお肉のようなものグラウンドビーフに似たものとか、ミートボール、あとベーコン、セイテン、あとはソーセージですね。これはホットドッグが作れますね。あとはハンバーガーのパティ、それからマヨネーズもプラント製品で菜食です。あとはパンに挟むハムのようなもの、それからチーズ、植物性のチーズです。これも割と美味しいですよ。はい、これもチーズですね。たくさんチーズあります。メキシカン風っていうのもありますテキサスなのでやっぱりメキシコ人が多いからですかね。アボカドオイルから作られたビーガンマヨネーズ、あとはパルメザンチーズ、パスタにかけるパルメザンチーズもビーガンで作られてます。こちらはココナッツフレークとか小麦粉などが売られていますが、もっと体にいいような小麦粉が売られてます。フラックシードミールとか売ってますね。そしてこちらはビーガンのアイスクリームです。これはビーガンかな、わからないけど、ワッフルが売ってますね。それから体に良さげなパン、これもビーガンです。そしてベジタブル、
たくさんのお野菜がフローズンで売られています。 Meat Alternatives って書いてあるのはお肉の代替品、お肉の代わりになる製品ということです。ミートボールなどなどが売られてますね。あ、チキンナゲットみたいなものも売られてますね。はい、そしてこれがビーガンのバターです。アニマルは一切入ってません。私もたまに使います。オイルはね、あんまり使わないようにしてますが、 I try not to use oil so much, but yeah, there's plant butter. And here are some fruit. フルーツはね、欠かせませんよね。スムージーに入れたりたくさん食べます。チェリーとかピーチとかもありますよ。そしてベジタリアンのコーナーに来ました。ビヨンドミートって日本にもあるでしょうか。ビヨンドバーガーとかで有名ですよね。お魚製品もありますよ。プラントベースのお魚、すごいですね。プラントベースのチキン、チキンストリップス、チキンテンダー、すごいですね。ポップコーンチキン、ピッツァバイツ、すごい。バーガーのパテとかもあります。そしてこちらはアイスクリームですね。これはフルーツジュースを凍らせたようなものなので、アニマル入っていないです。こういうのもたまにはいいかもしれないですね。はい、そしてベジタブルコーナー、もちろん冷凍のお野菜は欠かせません。栄養価も高いですし、手軽で便利です。ということでお買い物が終わりました。いかがでしたでしょうか。少しはアメリカでのビーガン製品がご紹介できたかなと思います。それではこの動画が面白かったと思ったらグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルではビーガン栄養学と海外での菜食と健康についての研究についてご紹介していきますので、次の動画が見られるようにチャンネル登録とベルボタンもお願いいたします。何かビーガンについての質問や動画のご感想などがありましたら、ぜひコメント欄でお話ししましょう。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。 Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next video. Bye!